さあやってまいりましょう。手持ちの積む全部終わるまで終われません。続いてはバンビよりトンスケ。まさかのねひらがなのキャラが出てくるなんてちょっと思ってもみなかったんですけれども、はい、トンスケさんね、なかなかね結構なんて言ったらいいですかね、使い勝手はいいけどポイント稼ぐにはどうなんだっていう、まあどっちかっていうとその条件付きのそのミッションをクリアするのに、まあ一定の条件のやつだったら、まあ使いだいぶ使いやすいツムじゃないかなとは思いますね。何かっていうと彼ねたった7個のツムでスキルが溜まってくれるという優れものなんですよ。まあただ範囲はめちゃめちゃ狭いんで、そう10個しか消してくれないですからね。範囲はめちゃめちゃ狭いんですけど、でもすぐに溜まるという、まあどっち取るかですけどね、まあスキルをめちゃくちゃ使いたいタイプか、それともポイント稼ぐ、ポイント稼ぐにはちょっとねやっぱり向いてないですし、まあ8個とかね、まあこれ M サイズなんで、まあ、なかなかあんま消せないですけど、これ多分ね LL サイズになっても大して多分数ないと思うんですよ。まあなんだろうな、かといって毎ツムとしてめちゃめちゃ消せるわけでもないですし、8個しかないから微妙なところですね。これの使い道って言ったらやっぱりもう今言ったようなスキルをこう何回使いましょう的ミッションの時くらいなんじゃないですかね。と思いますよ。ちなみにバンビーっていう映画はね見たことがないかな。多分バンビはなかったはずですね。だいぶ初期の頃のねディズニー映画だとは思うんですけど、ちょっと記憶にないですね。まあリアルバンビちゃんだったらねいろんなところでね見たことはあるんですけど、どこだったかな、忘れたな、岐阜県にあるとある山登った時にバンビちゃんがいてですね、でそこの展望台に登るその休憩所的なところで草をむしゃ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 食べてたら、こうシャッターを向けた時にですねじーっとこっちを見てくるから、こうねなんかすごいこうナイスなカメラ目線の感じのバンビちゃんいたりしたんですけどね。うさぎちゃんもね確かいとこが飼ってた気がする、うさぎ。うさぎって意外と寿命短いらしいですね。で、あとストレスに弱いからすぐ病気になりがちなので、結構センシティブなペットだから、ケアがすごく大変だっていうことは話してましたけどね。はい。ということで、トンスケはハート型にツムを消していく、7個で、スキルが使える、非常に使い勝手がいいけれども、ちょっと範囲は狭め、そんなスキルの持ち主でした。ということで、また次回。